キラーって何かっていうと、このあのー、とかえっととかえーみたいな、これずっと音出し続ける人っていません？使っちゃってます、私も。でこれピラーが多い人っていうのはもう確実に話がどん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 長くなっていって、まあ、自信なさそうだし、まあ、最悪嘘ついてるように思われちゃうので、明日からなくす。なくし方ってこれですね。とりあえずね、喋んない。皆さんこんにちは、ソフトバンクの武田と申します。この動画では社内プレゼンや資料作成のコツをテーマに、プレゼンテーションクリエイターの前田香麻里さんをお招きして講義をお届けしています。今回のテーマはこちら、話し方で注意すべきポイントです。プレゼンというとついテッドのようなかっこいい話し方を想像しがちですが、どういったポイントに気をつけるべきなのか、前田さんぜひ教えてください。はい、話し方なんですけれども、話し方って意外となんか今日ね、プレゼンの資料の作成とか、いろいろそういうお話はしてきたんですけども、結構話すところって大事で、で特にですね、こうしたらうまく話せますよっていうよりも、こういう話し方は気をつけましょうねっていう、今から言う3つを気をつけるだけで、実はプレゼンってむちゃくちゃ上手に聞こえてきたりとか相手に伝わったりするので、こういうふうに上手に流暢にお話しましょうっていうのを、これだけやめときましょうっていうのを決めれば、もう明日からいいプレゼンターになっていくと思います。でその3つっていうのがこちらですね、はい、まず1つ目が話が長いってやつなんですけども、これよく討論番組とかあるじゃないですか、テレビで、はい、限られた尺で文化人の方がうわっとこうひたすら自分の尺目いっぱい喋りまくって、途中で誰かにカットインされるみたいな、あれって聞きやすいですか？途中から入ってこなくなりますね。そうなのよ。なんで入ってこなくなるか分かります？長い重要ポイントが分からない。そうなんかもうずっと喋ってると、確かに賢そうには聞こえるんですけど、途中で離脱しちゃうんですね、この聞いてる方が。そうですね、うん、だからもう何言ってるかよく分かんなくなっちゃうので、長く話すってことはやっぱりやめるっていうのと、もう一つ人によってはですね、話がピボットしてくるんですね、どん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 。今日は天気良かったんですけれども、急に雨が降り出してきたんで冷蔵庫を開けたらみたいな、いや一体何の話してんだこの人っていうんで、話がどん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 こうピボットしちゃうと、もう何言ってるかよく分からなくなる。なのでなるべく話っていうのは短くコンパクトにするっていうのが一つ目で、二つ目なんですけれども、スライドに文字がたくさん書き込んであると、スライドの文字をずっと読み上げちゃう人っているんですよね。でこれってまあ資料の作り方もまず悪いんですけれども、僕らの聞いてる方は書いてある文字を読み上げ始めたら、あこの人って書いてあるのただ単に読み上げるだけだから話聞かなくていいやって思って、今度全く聞かなくなるんですよ。はい、もう資料を見て先に見始めようってなります。そうなりますよね、はい、で大体そういう人の場合はもう聞いてるうちに資料配ってたら次の紙もめくられちゃうんですよね、うん、はい、なので書いてあることを読み上げるっていうのも NG。 最後3つ目、このフィラーってやつなんですけども、フィラーって何かっていうと、このあのー、とかえっととかえーみたいな、これずっと音出し続ける人っていません？使っちゃってます、私も。嘘、大丈夫ですよ。使います。全然使ってないですよ、はい、これ出ちゃいますよね。出ちゃいますか、はいはい、これ意外と出やすいんですけれども、出るときってこうな、まあ、内容にちょっと自信がないときとか、うん、でなんだっけな、次のスライド何書いてあったっけなみたいなので、ちょっとつなごうみたいな感じでどうしても出しちゃう人、うん、それともう癖になっちゃってる人、こういうのがフィラーってずっと続くんですけども、短いフィラーだったらいいんですよ。はい、で今日はみたいな、なんか言ったか言わないか分かんないぐらいのやつだと気にならないですよね。そうですね、こう考えてるのかなっていう、っていうそのくらいのやつですね、うん、そうですね、はい、うん、でこれフィラーが多い人っていうのはもう確実に話がどん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 長くなっていって、だ内容が決まってなくてスカスカに聞こえてくるし、まあ、自信なさそうだし、まあ、最悪嘘ついてるように思われちゃうので、明日からなくす、はい、でこのなくし方があります。おこれぜひ皆さん使っていただきたいんですけど、なくし方ってこれですね。
とりあえずね喋んない、一泊置く、間を空けるってやつなんですけども、これはよくいろんな人が言うんですけども、よくね息を吸いなさいって言うんですよ、アドバイスで。おー、息を吸う。でもねフィラーが多い人って息吸い続けなきゃいけなくなっちゃうから絶対うまくいかないの。ずっと吸ってっから途中で辛くなってくるんですよ。だからもうね僕いつも言うのが、ポコッとこうちょっとちっちゃいこうなんか空気のボールを口の中にポコッて放り込むぐらいでいいですよってお話をしてます。はい、でポコッて放り込むと嫌でもこう喋れないので、まあ、少し、はい、でこの間を空けるのって何の時間かっていうと、相手に考えてもらう時間なんですよね。で考えるって何のことかっていうと、僕が今話したこと、これをちょっとリフレインしながら頭の中でこういうことを言ったなっていうのを整理する時間に使ってもらうっていうやつなんです。で整理する時間がないと、さっき言ったようにたくさんのことを情報でインプットしちゃうと消化しないまんままた次の情報が入ってくるので、途中でもうキャパオーバーになって聞かなくなっちゃうんですよね、はい、だから、まあ、間を空けるとちょっと整理する時間ができて、あこの人はこういうこと言ったね、あこの人はこういうこと言ってんだな、あこういうこと言ってんだなっていうので、ちょっとずつちょっとずつブロックで整理しながら聞いてくれるので、あこの人の話って分かりやすいなっていう人は間がちゃんと取れてる人ですね。でそうならないようにするためにも、スライドに書いてある文章は短めにしていって、であとねよく出てくるのが、この次のスライドにつながるときに、あ次はですねみたいな感じでどうしても言っちゃうので、次のスライドっていうのを何を話すのかなっていうので、実はこの前のスライドの時に次の予告編みたいな感じでちょっとお話しするとスムーズにつながってくるんですよね。例えばこうやってフィラーやめたいなって思った時に、じゃあどうやってなくすかっていうので、次は練習方法ですって言ってこうやって練習の方に行くとスムーズにつながっていくんですけども、これが、あ次は練習方法ですみたいな感じになるとプツッと途切れちゃうので、次の予告をちょっと前のスライドでしてから入っていくといい感じになります。ということで早速練習方法なんですけども、僕のおすすめの練習方法は全部で6回ぐらい、はい、で6回のうちの3回はまずセルフプレゼンで録画してくださいってやつですね。もう今スマホでいろいろ録画できますので、まずは自分で決めた時間内で収まるかどうかで、フィラーがあるかどうか、あるんだったらちょっとそれを削るとか、もし時間内に収まってなかったら、もうスライドの枚数を削るか、スライドに書いてある文章を削っていけば時間内に収まっていきます。そして最後は決裁者、まあそれを聞いてくれる人の立場に立って、どんな質問されるかなっていうのをちょっと想像しながら、でそれをこうまたね、それの回答も考えながらっていうのでちょっとやってみます。で最後に撮った3回目の録画、まあ、もちろんこれ納得いかなかったら4回5回やればいいんですけれども、撮った録画した動画を第三者に送ってコメントもらうんですよね。で対面でやっても全然いいんですけども、結構みんな忙しいし、あと今リモートも多いので、ちょっと今3分ぐらい自分のプレゼン撮ったからちょっとコメント欲しいんだけどもって言って送ってコメントもらうんですが、この時にコメントちょうだいっていうと大体ダメ出しが多いんですよ。そうですね、チェックしなくちゃいけないのかなって思いますもんね。なんかここちょっと分かりづらいんですけどとか、はい、これ無理じゃないとか、うん、なんかそのうちその人のこと嫌いになってくるので送りたくなくなる。もういいやこいつはもういいやみたいな、はい、褒めてもらう人に送ろうってなんかそもそも本末転倒なことやっちゃうので、うん、大事なのは質問を送ってねって言ってほしいんですよ、うん、あなるほど、はい、この動画を見てどんな質問をしたくなったかっていう質問をくださいと。で質問を送ってもらう分には答えを自分でその場で考えればいいから、あそうかこんな質問来そうなんだな、じゃあこういうふうなの考えておこうかなっていうので Q&A がすごく多くなってくるんですよね。でこれが膨らんでくると実際に本番に出た時に想定した質問が出てきたら答えられる準備ができるようになってきます、うん、はい、だ大事なのはこの第三者っていうのをちゃんと決裁者の立場で質問を出してくれる人、そういった人を選んでおくといいですね。前田さん、ありがとうございました。やはり準備が大事ということですね、うん、特に第三者からのコメントバック、うん、もうダメ出しがね多いとへこんでしまいそうなんですけども、はい、とっても大事ですね。ですね、はい、皆さんもぜひ参考にしてみてください。今回ご紹介したプレゼンや資料作成のコツがぎゅっと詰まった書籍、社内プレゼンの資料作成術
そして営業活動などに役立つ社外プレゼンの資料作成術が好評発売中です。この動画だけでは語りきれなかったノウハウが盛りだくさんの内容です。この動画を見てさらにプレゼンや資料作成を学んでみたいと思った方はぜひ読んでみてください。